シミメは、昆虫砂の一目。シミと総称される。人家に生息するものが本を食害すると思われていた。ため、シミと書かれる。英語では、シルバーフィッシュという。かつては、ブハネ類の一目で、現在の石のメ、および昆虫でない禁煙とされる、小虫メや石のミメを含むこともあったが、これらは現在ではシミメより、基盤的な系統として分けられている。シミメは、 原始的な特徴を持った昆虫の一つである。地球に存在する100万種とも言われる全生物種の約6割を占める昆虫類のうち、シミ目はごくわずかである。これは進化の過程でブハネ類が短期間で羽を獲得したためと考えられている。シミ目は昆虫としては原始的な無変態であり、卵から孵化した幼虫は成虫とほぼ同じ形で、 さなぎなどの段階を経ずに、そのまま脱皮を繰り返し成虫となる。脱皮によって変化するのは大きさだけで、形態の変化はほとんど見られない。しかも、成虫になっても絶えず成長し続けるので、一生脱皮し続ける。体はやや扁平で、細長い累積型をしている。頭には長い触角が伸びている。胸部から腹部にかけては滑らかにつながっている。腹部には、 各大切に1体の腹毛がある。これは腹部大切の付属子の痕跡と考えられており、この類の原始的特徴と見られる。腹部の末端には1体の尾毛と1本の尾糸という細長い突起がある。体表面には鱗辺が一面に並んでいる。この鱗噴は羽根が進化する以前の形態を留めていると言える。動きが速くくねるように走るため、 魚の字を当てられている。七から八年生き、昆虫としては、比較的寿命が長い。屋内で紙や乾物を食うのが有名であるが、野外でも樹皮下などに生息するものや、アリの巣に入るものもいる。書籍や古文書などを食害することで知られる。特に糊り付けされた紙を好み、本の表紙や掛け軸などの表面を舐めるように食害する。ただし、 シミ類による食害には表面を浅くかじり取る特徴があり先行食害することはない。書籍や古文書、掛け軸などの表面に直径1ミリメートル程度の虫子をうがち、そこからトンネルを掘って食害するのはシバンムシ類による食害の特徴である。直射日光には弱く死ぬことが多い。そのため負の走行性を持っている。シミは夏の季語。 書物の紙を食べる虫であることから、本食い虫である学者の世間知らずをあざける言葉として、用いられ、例として、うげつ物語、貧富論には、シミの言うところも言えなきにあらずと、表現されている。ありがとうございます。